吉田さん、感染症に関してね、まあ、いろんなレポートあると思いますけども、私の塾生さんでね、タレコミしてくれた人がいて、それはですね、PCR 検査ってあるじゃないですか。あれが陰性でも感染してる疑いがあるんです、もしくはちょっと36度7分とか8分とかあるんで心配なんですって言ったら、隔離措置をね、受けれることができるんですよ。隔離措置を受けて何がいいことあんのって言いますけども、なんとね、保証金っていうか日当が出るんですよ。で、宿泊施設はワンルームのホテル、食事は3食無料、もちろん宿泊費も出るんですよ。となるとね、一定の割合でそっちを選ぶ人っていうのがこの不況下いるんじゃないかなと思うんですよ。で、そういう人が、え、マジそうなのって形で同じスキームを使うと、いわゆる感染してるというふうに報道される人はずっとね、増えていくんですよ。で、なくならないんですよね。で、現在72時間の隔離措置っていう決まりがありますんで、72時間はその生活が保障されるんですよ。で、3日目にもう1回ね、ちょっと心配なんでもう1回隔離させてもらえませんかっていうと、72時間延長になるらしいんですよ。ただそれを繰り返すと、今度はね、そう、症状が重いみたいなんで入院しましょうかっていうふうに持ちかけられるのが厄介だから、ある一定の期間を経て、そういうふうなことをしてる人もね、そろそろ社会復帰しますみたいな感じで戻る、それがいわゆる収束と言われている時期みたいなんですよ。で、第6波が起きたみたいなことを言いますけども、これもね、予想できるわけで、その制度をね、全部じゃないけども使う人が出るからこう増えていって、その制度をあまりにも使い込むと、今度は自宅隔離とかね、ホテルの療養施設隔離から入院っていう措置になるんで、入院はちょっと嫌だからっていうのでやめていって、そして数が減るみたいなね、仕組みがあるそうなんですよ。もちろん全員ではないですけど、でも多分ね、赤字みたいな企業でもこれがなんか、ね、結局ね、最初のこう何ですか、事業支援金とかあったじゃないですか、2年前、あれね、未だに出てるんですよ。しかも今月も出るんですよ。で、4月以降も継続して金額を増やして出しましょうみたいな国会討議がなされていて、それが実現しそうなんですよね。つまり全く働かずに楽をして、食わしてもらって、住まいも提供してもらって、お金までもらう人っていうのがこの2年間ね、増えてるんですよね。困ったもんですね。困ったもんです。これでいいんでしょうか。生産力がないこの国にお金だけ受け取る人がいるというね、そんな図式だそうです。まあそれはちょっと置いとくにして、感染症の話はこの辺にしといてね。吉田さんもよく質問いただくと思いますけども、顔出ししてなんか怖くないですかみたいなね、リスクありませんかってことなんですよ。いや、さすがにね、顔出ししてこれだけの動画を何万本という単位でやってる私たちにリスクないですかって聞かれて、今まで一回もありませんと。ないんですけども、なんか100本も上げてないあなたはなんでそこにリスクを感じるんですかっていうね、とんちみたいな話になってきますよね。で、逆にですね、すごく不幸な事件ですけども、私は吉谷さんが動画をアップロードし始めて、顔出しの動画にリスクがあるっていうんだったらね、じゃあ最近あるお医者さんがなんかガソリンかなんかをまかれてなんか死んじゃいましたって事件ありましたよね。その前にはアニメーション関係の施設がなんか怖い放火魔の方にね、何人も焼き殺されちゃったみたいなことありましたよね。いや、そういったのを見て、こういう人たちって顔出ししてました？リアルで生きてたわけですよね。別に YouTuber してたわけでも動画をたくさん出してたわけでもないんですよ。え、どっちがリスク高いんですか？どっちでしょうか？仮にね、私とか吉谷さんみたいな YouTuber さんがこうやって放送中に後ろからね、誰かが侵入してきてなんか火をつけたみたいなことがあったらね、それはリスク高いなと思いますけども、いや、はっきり言って今の感染症の世の中でもこうやってる以上感染のしようがないんですよ、ね、逆に毎日出勤したり電車に乗ったりいろんな移動したりとかね、人に会わなくてはならないほとんどの人の方がリスク高いんじゃないですかと思うんですけども、何なんですかね、何なんですかね、何なんですかね、ということで以上です。いってらっしゃい。